皆様こんにちは。ピュアハートフルの木村彩乃です。今日も皆様の生活に役立つプチ情報をお伝えしたいと思います。皆様は綺麗にメイクが乗らないということはありませんか？もしかしてメイクに使うブラシが粉や皮脂で汚れているということがあります。汚れているとどうしてもメイクの色が綺麗に出ない、そして仕上がりも綺麗ではないということがあります。時々点検と汚れを取り除くということが大事になります。今日はそちらをお伝えしたいと思います。はい、清潔なブラシを使うと良いことが3つあります。1つはメイクアップの仕上がりがとても綺麗だということ。2つ目は肌トラブルを防ぐということです。3つ目はコスメの表面もきれいに保つことができるということです。やはり今の時期ウイルスなどの心配もありますので、ブラシもメイクアップ製品もきれいに整えておくということが大事だと思います。では毎日のお手入れ方法をお伝えしたいと思います。ブラシを毎日洗うということではなくて、毎日ブラシを使った後の方法になります。こちらのティッシュを広げて、使ったブラシの表面をこのようにくるくるくるっと、このようにわかりますでしょうか、色が出てきます。毎日はこのようにティッシュの表面でこういうものを使いましたら、くるくるくるっと、これで毎日の手入れは OK です。で、筆を洗うための準備となります。筆を洗うときに必要なものはタオル、それから洗うこのような洗面器、そして私が使っているのは自分が使っているシャンプーとリンスを使っています。ブラシ専用の洗浄液も販売されておりますが、ご自分でお使いになるブラシでしたら、こちらのシャンプーとリンスでも代用できると思いますので、やってみてください。で、筆を洗う時の注意なんですけれども、一つ目はつけ置きをしないということです。やはりつけ置きをすると筆自体が傷んでしまうので、その辺は放置しないこと。それからには筆先を洗うときにあまり強く引っ張らないっていうことも大切です。筆先が傷まってしまいます。3つ目は早く乾かしたいからといって、ドライヤーで乾かしたり直射日光で乾かしたりしないこと。こちらも毛先が傷む原因になってしまうので、自然と 3,4 時間かけて、乾かすっていう方法が良いと思います。では実際に洗ってみたいと思います。ブラシを洗浄してまいりたいと思います。まず洗面器にお湯を張っていただいて、ブラシの先をお湯になじませます。そうしましたらシャンプーを入れていただいて、こちらで軽く泡立てをします。そうしましてブラシを入れていきます。優しく優しく振り洗いするだけで今までの色が出ていきます。このように一本一本丁寧に洗っていきます。どうしてもちょっと色が濃く入ってしまったブラシなどがありましたら、手のひらでこのように転がすようにくるくるっとするのも方法です。で、どうしても落ちづらいのがリップブラシです。どうしてもこう他の粉物に比べると粘着質が強いので、そんな時は実際に手のひらにシャンプーを取りまして、この上でくる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 っと汚れを浮き出させます。
しますと汚れが早く落ちます。ではこちらを全部洗っていきます。今度はこちらのブラシにリンスを入れていきます。このようにリンスを入れましたら、またこちらのリンスもお湯で溶かします。でこちらの液の中に優しく優しくくるくるくるっと浸します。そうしますと毛先も保護されますし、とても肌触りが良くなります。こんな感じでよく水を切ります。はい、切りましたらこちらの綺麗なタオルに水分を含ませながら並べていきます。私のところはサロンですので、いろいろなお客様が使います。ですので毎回毎回このようなブラシなどは洗浄して使わせていただいているのですが、皆様の場合はご自身だけですので、まあ、月に1回程度洗うと、今はとてもねウイルスなんか多い時期、ちょっと心配な時期ですので、洗うと安心かなと思います。で、まあ、前の日にでもちゃんと洗っていただきますと翌朝には使えるようになっておりますので、乾かす時も急にドライヤーで乾かしたり直射日光を当てることなく、このように筆のお座布団を敷いていただいて毛先を乾かしていただけたらと思います。こんな感じで本当に洗いますとメイクした時の色がはっきりと美しく出ます。ひと手間とは思いますが、月に一度だけの洗面でのケア、ぜひお試しいただけたらと思います。今日もご視聴本当にありがとうございました。また次回皆様のお役に